台湾行ったことない方はぜひね行って、そうですね、はい、ぜひウツボを食べてみてください。はい、ではですね、他球団の方と、はい、いつもは戦う位置にいるじゃないですか。そうですね。一緒のベンチで共に戦うってどういう感じなんですか。同じユニフォームを着てやるっていうので、チームの、統一感っていうのは分かりますね。すごく仲良くなりますよね。そうです。まあ、国も違って、うん、スタッフも、はい、日本語が通じる唯一の仲間というか。そうですね。まあ、チーム内もそうですし、はい、で、まあ、他の国の人とも、はい、まあ、喋ったりとかもしたし、まあ、あの喋ったりでも、まあ、片言なんですけどね、はい、僕も英語とスペイン語がペラペラにしかできないんで。ペラペラにしかできてるんじゃないですか。嘘ですよ。まあ、ちょっとだけ、はい、ちょっとだけしゃべってっていう感じですね。その他の国の選手とはどういうお話されてますか。あのドミニカ代表でやった時にですね、ルナ行ったじゃないですか。あれ、今年から広島に行く、ルナの弟が代表で入ってたんですよ。そうなんですか。オーマール・ルナンという選手が入ってたんですね、うん、この選手が、とりあえず話のネタになって、うん、で、ニューカルの人にないのにおしゃべりかけて、うん、弟は何？お兄ちゃんどこに入ってた？で、元気元気に入ってた、まあ、スペイン語でしゃべってたんですよ、うん、で、ここから英語でルナ知ってるって、エクトル・ルナって知ってる？英語で言ってみてください。 Do you know the ルナ？セイムチーム、セイムチーム、ドラゴンズって書いてある。 Yes, 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 ドラゴン、ドラゴンズ Me, セイムチームね。まず、それで、まあ、ちょっとお話をして、完璧ですね、完璧に話されてますね。はい、もうボディーランゲージ入れながらですね。まあ、それがなんか、聞いた話で言うと、ヤフーニュースに、あ、そうなんですか、ペットをやられたみたいな。へぇー、そうですね、弟はベンチだったんですよ。はい、ベンチ選手だったんで、はい、僕もオマールとは喋ってないんですけど、まあ、二遊間の人と喋ってて、はい、そうですね、今オマールさんとお話しされてたのかなと思いながら今話してます。あ、そうなんですよ、オマールさんとは喋ってないんですけど、オマールさんのバッティングフォームを見ながら、あ、お兄ちゃんの真似してんだよなっていう感じで見てました。似てました、ありがとうございます。似てましたね。これはやんなかったですけどね、打席の方が。お祈りみたいな。はい。そうなんです。アラルナ選手、特別なものということで。そしてですね、今年、球団創設。